緊張感を持って撮影しながら、なんかこのチームとセッションできたことが本当に楽しかったです。強さもありながら、なんかこうしなやかな女性でいたり、時にこうチャーミングだったり、女性が憧れる女性でいたいなと思いました。なんかこうなんだろう、そのビルジニーが作り出すものを自分が着ることで、すごいファッションが楽しいってことをすごくこう教えてくれる、シャネルのこの無限のクリエーションだったりとか、ちゃんとそれをこう対話して体感できる、この可愛さだけじゃなくて、やっぱマスキュリンな部分がすごい自分に合っていると思いました。